はい、重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの第99回放送です。本日は2020年の4月14日でございます。今週から、マナちゃんの MC はしばらくお休みとなりまして、今静止画でマナちゃん出てますが、私夫の参謀長一人でこの週明けイレブンの進行をしていきたいと思います、うん、ということでよろしくお願いします。それではいつものコーナーから J リーグのヘッドラインニュース5本からいきます。1本目、 J リーグが5月末までの公式戦延期を正式に発表しましたということです。2本目、 J2 の町田ゼルビアが行政とコラボです。子ども向け動画の配信をスタートと、はい、ね、ステイホームという、ね、スローガンが、サッカー界でも、言われておりますので、家にいる子どもたちに、ね、動画を配信と、はい、3本目、9年目の J リーグになりました。Team as One という募金を開始してますと、はい、さあ次、4本目は J2 の栃木 SC が、地域の飲食店と協業でフードロス解決へということで、はい、次5番目、J クラブの倒産に現実味があった、J リーグ銀行の誕生かはてなというね、以上の5本が今週1週間、番組スタッフが、探しに探し、えりすぐった5本でございます。さあ、ピックアップ1本読みましょう。ニュースはですね、5本目です。J リーグにも緊急事態宣言かと、J リーグクラブ倒産に現実味が出てきた中で、J リーグのクラブを潰すなと、潰してはいけないぞという合言葉に、J リーグの銀行が誕生するのかと、あくまでもこう、これは観測予測みたいな、ニュースでございます。これまでの J リーグは安定開催融資制度を見直すと、これまでは安定開催融資制度があったんですけど、それを見直して、まず預貯金10億円、これ J リーグが今貯金している、貯めている10億円と、あと理念強化分配金の100億円のうちの一部ですね、まあ、つまり100億円全部という意味じゃなくて、100億円の中の例えば5億円とか100億のうちの10億円みたいなね、最初に貯金している10億と、分配金の中の一部を、これを救済金という名目で、投入しようと。あとは、まあ、これは J クラブの中の、まあ、まだレアケースですけど、選手の中からは年俸、報酬を一部返納するという動きがあったりして、あと J リーグの選手会もそういう報酬を一部返納した方がいいかどうかみたいな、話も、この1、2週間で起こり始めているそうですが、まあ、とにかくこの J リーグ銀行というこのニュースタイトルにありますが、とにかくこの急場をしのがなきゃいけないというこの状況で、従来の2019年までの制度を一旦見直す必要があるというのが、このニュースのポイントですと。そしてまあ原稿を最後締めますね。しかし J3 クラブの中には、試合をしない方が赤字が出ないという現実もあるのではないかと、はい、試合をすればするほど赤字になるというクラブも実際には J3 にはあるんじゃないかという、ニュース解説でございます。まあ、このポイントに関しては今真っただ中でね、関心持ってる人も多いと思うんですよね。全然公式戦が再開されずに、クラブ経営がどうなるんだろうということをね、経営に詳しい人だってなかなか分かりづらいかもしれないですけど、普段経営とかそういうことを考えたことないような方には、今実際どうなってんのっていうのはね、全く情報が、まあ、分からない、情報が出たとしてもどうそれを読み解けばいいのかも分からないみたいな人が多い中でね、出てくる情報を今は待つしかないかなっていうのが今はこの4月ぐらいの皆さんの心境状況かと思いますが、まあ、週明けイレブンという番組、もしくは大人サボ長が一人で喋ってますが、週明けプラスというのがあるんですが、そこでは少しずつこう J リーグのクラブ、もしくは J リーグじゃないリーグやクラブの、まあ、経営とかリーグ運営とか、そういう話は少しずつ毎週喋りながら解説をしていきたいなと思うので、このまあ、今日の5本目のニュースのことも少し詳しい解説は週明けプラスという別の番組でやりたいと思いますということで、それでは次の R ニュース5本に行きます。はい、地域リーグ JFL 以下の、カテゴリーで、1週間
5本集めてみました。1本目、北海道リーグの北海道トカチスカイアースが地域チャンピオンズリーグの激闘配信中ですと。これは多分トカチスカチアイスのクラブ公式が動画チャンネルかなんかが作ってるんですかね。もしくはツイッターか SNS みたいなところで、去年のチャンピオンズリーグのね、多分秋田ニカホでの試合の模様とかを流してるんじゃないですかね。はい。私も去年の11月は秋田ニカホの取材をしてましたので、トカチスカイアースの3試合の激闘は現場で生で見ておりますが、はい。ぜひ、ご覧ください。皆さんも追いかけてみてください。さあ、2本目のニュースは、関東リーグ2部にいる横浜たけるのニュースです。横浜たけるはクラブのホームページを更新しました。というね、すごくシンプルなニュースでございますと。扱うということは何かがあるということなんでね、ぜひ横浜たけるのホームページ見たことない方は、今すぐ見に行ってみてください。さあ、3番目、四国リーグのレベニロッソ NC という、これは確か新しいチーム名が新しく変更になったクラブですけど、この地元の小学校にマスクを寄付しましたというね、ニュースでございます。さあ、4本目、九州リーグ JFC 宮崎が、選手が地域のお助けマンになりますというね。まあ、J リーグだけではなく、この JFL もそうですし、地域リーグのすべてのリーグ戦が今、4月、5月止まっている状況なので、各クラブね、地域にどれだけ貢献できるんだろうみたいなことを今考えている最中ですが、宮崎や、四国のリーグが、このクラブがやっておりますというのが、そういうニュースです。さあ、5本目は、これは多分タグですね。シャープのマークがついているフットボールクラブチャレンジというね、このタグで、SNS でつながるクラブが出てきましたというね。この、ハッシュタグ、フットボールクラブチャレンジとは何なのか、今見てる方もぜひ、検索ワードで入れてみてください。出てくると思いますということでさ、この5本の中から1本紹介するのは3本目ですね。四国リーグの話です。レベニロッソ NC が小学生にマスクを寄付と、四国サッカーリーグに所属しているレベニロッソ NC が、このクラブが拠点となっている新居浜市にマスクを寄付しました。行政の方にマスクを寄付と、クラブを支援する愛媛 EX という会社が、愛媛 EX という協同組合さんがあるんですね、地元に。その愛媛 EX さんと、レベニロッソ NC さんが協力し合って、共に、協力して6000枚の子供用マスクをおそらく小学生向けに寄付しましたということです。新居浜市によると新1年生の981人が入学式で着用するほか、それ残りはね、残りの5000枚近くは各小学校が必要に応じて使うということですと。4月にチーム名を認証クラブ、新しい商業の賞認証クラブから、このレベニロスト NC にね、クラブチーム名を変更したばっかですが、地域に根ざした活動をきっかけに地域から愛される応援されるチームになっていってほしいですねというニュース原稿の締めくくりでございますということで、皆さんお分かりになったでしょうか。はい。四国リーグのクラブが小学生にというねニュースでございました。ということで以上が今週のヘッドラインニュース、Rリーグ編の5本も終わりですということで、さあ次はですね、これ新しいコーナー、今日の99回の放送から始まりますが、まずタイトルがですね、地域ネクストっていうですね、地域ネクスト今回1回目なんでね、シャープ1となってますが、まだ実は都道府県リーグに在籍はしてますが、近い将来、近いうち、地域リーグ、9つある地域リーグに昇格を目指している、参入してくるかもしれないよという、ニューカマーたちを、都道府県リーグの今いるカテゴリーのうちから紹介していこうという企画です。題して地域ネクストというね、栄える第1回のご紹介クラブは、茨城県リーグの堺トリニタスというチームでございます。さあ、今画面にもう出てますが、クラブのエンブレムと、チーム名と、この成り立ち、
一応クラブの概要が、詳細が、所属選手名とか、監督のお名前とかいろいろ出ておりますね。こちらをご覧いただいて、こういうクラブが、茨城県リーグにあるんですよと、頑張ってるんですよという、そういう紹介の企画シリーズです。まあ、真中監督というですね、今シーズンから就任してますが、かつて鹿島アントラーズでね、Jリーガーとしてプレーをした、あの、真中さんが、茨城県リーグの監督に今シーズンから就任してるというので、話題になったこともあると思います。さあ、このクラブが今、現在進行形で、ね、今シーズン入って1月、2月、3月、どのように、活動してるか、ね、それを動画のレポートがありますので、見ていただきましょう。ちなみに、この、動画のレポート、取材した時は2月だったので、まだこの今4月の、このコロナのね、ウイルスの、緊急事態宣言が全然出る以前の時の現場で、練習グラウンドでの取材なので、当時からそういう感染のね、防止、選手の健康管理に十分気をつけて練習をしておりますので、動画を見る前に私から一言、お伝えしておきます。さあ、それでは、皆さん一緒に動画レポート短めですが見ましょう。酒井トリニタスのご紹介です。ボンズ市原の池田選手と YouTube でコラボした成沢選手もいます。でかいのピンクで ゲーム形式の練習が始まりました。の監督就任のオファーを受けて、茨城県政地区の、はい、真中監督の地元でもある、県政地区の、酒井トリニタスの監督を引き受けた経緯をお聞かせください。はい、指導者になって、関西で仕事をしてて、いつかは地元ふるさとに帰って仕事ができたらな、それもサッカーの仕事ができたらなって、ここ数年思っていて、ちょうど去年の11月に、斉藤さんと木村さんから連絡をいただいて、でそこでわざわざ滋賀まで来ていただいて、トリニタスのこと、2人のトリニタスに対する熱い思いに心を打たれまして、仕事を引き受けました。はい、で実際に、酒井トリニタスの、監督を始めて、実際に、このクラブに、この町に来てみて、酒井トリニタスとは一体どういったクラブですかね。監督の目線で、はい、どんなクラブですかね。はい、県政地区から J を目指そうっていうスローガンのもとやってるクラブですけど、まだまだ子供だなと思います。ただ可能性は無限大にあるのかなと。地域と密着してしっかりトレーニング積んで、でサポーターさんやスポンサーさんに感動を与えるようなサッカーを続けていけば、おのずとカントリーグ、JFL、J っていうのが見えてくるんじゃないかなと思ってます。はい、これから
あのクラブはもっと、大きくなっていくだろうと、ということですかね、はいはい、ありがとうございます。それでは、最後に、今シーズンの意気込みをお聞かせください。はい、県一部リーグを優勝して関東の2部リーグに昇格するために毎日切磋琢磨してますので、グラウンドに試合を見に来てくださった方々にもう一回こうトリニタスのサッカー面白いなと思ってもらえるように、それと成績もしっかりつけて、いきたいと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでちょっと短いですが、地域ネクストの第1回の記念すべき第1回の特集、堺トリニタスのレポート動画でした。この取材の、ね、現場には週明けイレブンを番組スタッフとして、スタッフとして参加して作っていただいている方が現地で、初めて多分 このスタッフにとっても初めての取材が堺トリニタスだったと思うんですが、真中監督のね、熱い思いを聞いてみたいなことをね、いいインタビュー動画だったなと思って私は聞いておりました。現在茨城県社会人一部リーグに、所属しておりますが、このご時世ですからリーグ戦のスタートもまだしておりませんので、まだまだこの後5月6月でどんな風に、県リーグがね、都道府県リーグが始まるかは今喋ってる時点ではまだ先が見えていないんですが、ぜひね、関東社会人参入戦がね11月に行われることになれば、そこで、都リーグのクラブや神奈川県リーグやね、1都5県かな、1都6県のね、リーグ優勝クラブとの戦いを制してぜひ関東サッカーリーグ2部へと、来ていただきたいなと私も思います。ということで、さあ地域ネクスト1回目のご紹介でした。堺トリニタスです。来週もこの地域ネクストのコーナー第2回目がありますので、また、次の都道府県、チームを紹介したいと思います。ということで、次ですね、特集です。今回の第99回放送の特集はですね、2週に分けて99回と100回に分けて地域リーグの移籍動向というですね、それの前編ですね、今日は。来週後編やりますが、まだ地域リーグどのカテゴリーも開幕しておりませんが、このいわゆるシーズンオフの間にいろんなリーグ、ね、カテゴリーにへの移籍があったり退団があったり、したので、それをですね、週明けの番組スタッフがですね、分かる範囲で調べられる範囲で徹底追跡した結果ですね、本日の前編でですね、約10枚の画像がありましてですね、今から順番に1枚ずつ見ましょうっていうね、私も大人参謀長も今初めて見てる画像なので、早速この地域リーグの1枚目はで、北海道リーグに所属している北海道十勝スカイアス、先ほどのヘッドラインニュースでもね、ニュースで紹介されました。去年のリーグ王者であり、11月のチャンピオンズリーグ、ね、昨年出場しましたね。ティアム枚方や、いわき FC、ボンズ市原と対戦した十勝の今年の加入選手がずらっと並んでて、昨年末で、ね、昨年シーズンで退団した選手、それがどのチームに移籍したかということも、詳しく書いてありますが、そして引退した選手と、はい、ざっと見てます。私も見てます。皆さんも一緒に見てください。あ、この選手がここにいるのかとかね。加入組でいうとバンディオンセ加古川から2人入って、鈴鹿ハンリミテッドとかね、ビアティとか JFL からねもう入って、ですね、なかなかのあれですか、力の入れようですかね。やっぱ北海道っていうその北の大地でね、その本州とは、いや四国九州とは全然違うサッカーの環境だと思うんですよね、北海道っていう地域自体がね。その中でこう初めて北海道に引っ越してサッカーを続けている選手もいるでしょうから、ぜひこのチームで今シーズンも
リーグ優勝と、そしてまた11月12月にあるであろうチャンピオンズリーグね、にまた去年の悔しさもあるんでね、出てきてくれたらなと思いますということで、じゃあ、次の画像いきましょうか。地域リーグの移籍動向、丸には、青森県のチームですね、ブランデュー弘前というね、現在東北リーグ一部リーグ、はい、所属していますと、こちらの、新加入選手左側、あと、まあ、監督も新しく変わりましたというね、で右側にはあの昨シーズン限りで退団したあと監督や選手たちの移籍先やね、チーム名がいろいろ書いてありますが、まず監督が去年までは内藤監督、週明けイレブンの昨年のチャンピオンズリーグの取材特集でもブランデュー弘前の、試合を取材してたので、インタビューにも出ていただいた内藤監督が、まあ、対談して、関西リーグの、ね、ポニベニールに今シーズンは行っておりますということで、昨年まで選手だったフォワードの菅選手が、監督になりましたと、選手から監督になりましたと、公認 C 級ライセンス保持者だそうです。菅監督、昨年まではフォワードの選手でしたと、はい、なんで、まあ、チームのこともね、若い選手のこともね、よく知る方が引き続き監督を担うということになったんですよね。どんな新しい内藤監督から変わってね、どんなチームでね、今年の東北一部を戦うのか、無事に東北リーグが無事に始まった暁にはぜひブランデュー弘前も週明けイレブンで現地で、見たいな、追いかけたいなと思いますということで、以上がブランデュー弘前でした。さあ次行きましょう。多分この北から南に移動するパターンだと思います。次は宮城県女川町、かつて JFL に所属してましたコバルトーレ女川、今年の新加入組と対談した選手の移籍先一覧でございますと。さあこちらはどうですか。左側の加入から見ると、東京ユナイテッド、ね、栃木 SC に期限付き移籍してた東京ユナイテッドの選手、本庄選手が入ったとかね、あとは大卒組と、あとやっぱり、ね、LINE メール、JFL からとかいらっしゃいますね。はい、対談選手は、2、4、6、8名ぐらいいますが、ブレーバック浦安にフォワードの野口選手が移籍しておりますとかね、あ、FC 大阪にゴールキーパー、早見選手ですか、ゴールキーパーの選手は今年は JFL の FC 大阪に、個人昇格しておりますということで、まあ、こちらもブランデュー弘前とコバルトーレ女川は昨シーズン東北一部でいわき FC と三つどもえの優勝争いをしていた2チームですから、今年はブランデューとコバルトーレのなんですか、2強争いがリーグの本命でしょうし、そこに、まあ、その他、例えばグルージャとガンジュ岩手とかね、サルタ工業さんとかね、他の東北一部のチームがね、このコバルトーレやブランデューとどんな試合が行われるのか、無事に開催できる日をね、待ち遠しく思ってる人たちたくさんいると思うんですけど、選手や監督たちだけじゃなくね、無事見れることがあればぜひ楽しみにしたいと思います。コバルトーレ女川も注目のチームでございますということで、さあ次いきます。4枚目ドン、一気に飛びます。東海地区、昨年の東海リーグの王者 FC カリア、新加入と対談選手の、一覧でございますと。さあ、まあ、まず私がパッとすぐ気づくのが、ビラ・ベイガ監督は対談となりました。昨シーズンの確か前者の準々決勝かなで敗れて、そしてチャンピオンズリーグは、石川ラウンドですかね。で、
沖縄エスパーとかと同じグループで予選リーグで敗退してしまった FC カリアのビラベガ監督が退団と、監督には門田監督でよろしいんですかね、藤井学園寒川高校サッカー部の監督の方が、今年から FC カリアの監督になりましたと。さあ、そして新加入の中では鹿児島ユナイテッドからとか釜玉アレサヌキからとかマスルクラロン沼津からとか、やっぱ J3 クラブからも3人ぐらい来てると。あとは大卒の選手と、あとは松江シティの長谷川翔選手。おっとっとびっくりですね。この松江シティの長谷川選手がなんと FC カリアに来たのかっていうのは、確か昨シーズンのね、JFL でもスタメンで出てましたし、2シーズン前の2018年のチャンピオンズ、地域リーグ時代、中国リーグ時代の松江シティですよね。全試合やチャンピオンズリーグで大活躍した松江シティのね、中心選手だった長谷川選手が、FC カリアに来たと。もうこれはもう経験、ね、経験豊富ですし、いい補強だなとパッと思いました。さあ、そして対談の中には、伊勢島にね、カリアから伊勢島に移籍した選手もいれば、FC 徳島に割と3人っていうね、まとまった選手がいますね。はい。サッカーね、サッカーの世界は一期一会ですしね、まあ、プレーする場所や、土地が変わってもサッカーの人生それぞれ続いてきますから、また会える人もいるでしょうしね、あの移籍した後でも、また出会うこともできると思うので、引き続き注目していきたいと思います。 FC カリアの今シーズンね、東海リーグで、昨年続いてリーグ優勝できるかどうか、まあ、ライバルと言われている FC 伊勢志摩がどれぐらい補強しているんだろうというのも気になりますが、さあ、では次5枚目の画像、さあ話しておりました FC 伊勢志摩さん東海リーグの一部、昨年はリーグ2位でしたね、全社に出場しましたがというぐらいでしたが、今年こそリーグ優勝だという目標だと思いますが、さあ加入選手一覧はこちらというね、右側が退団した選手ですと、はい、引退した選手が1人おりますと、加入組ではボンズからジョイフル本田つくばからこの関東リーグを経験している選手が2名と、あとカリアから FC カリアから1名と、あとティアモ平方と、おこしやす京都と、やっぱり関東リーグ、関西リーグ、東海リーグのね、強豪チームだった選手が FC 伊勢志摩に今年から入ってますというね、まあまだプレーも何も見てないこの文字ベースだけなんですが、期待していいんじゃないですかと思います。監督が金森監督、引き続き昨シーズンもやってました金森監督と、ヘッドコーチ兼理事長ですか、伊勢志摩のね、ダイレクターをやっております小倉貴文氏も、金森さんとの二人三脚で今年もいいクラブいいチームを作っていくと思いますので、東海リーグ始まったら見に行きたいなと私も思ってますということで、さあ次行きましょう。まだまだあります。まだ10枚中半分折り返しです。6枚目、さあ北信越リーグですね。これは福井ユナイテッド、昨年の北信越のリーグ王者、惜しくもチャンピオンズリーグは、これも金沢ラウンドですか、一次予選で、決勝ラウンド行きましたね。 J ビレッジに進出して J ビレッジで、敗退してしまったというね、福井ユナイテッドが、まあ、まず大きなニュースとしては望月監督が、長年福井ユナイテッド、サウルコス福井時代から通算何年ですかね、かなり長いシーズン、6シーズン7シーズン望月監督がずっと率いておられたチームに、監督が変わったと。望月監督はちなみに釜玉アレ、サヌキです。 J3 久々に J リーグのクラブの監督をね、四国のクラブを率いることになりました。望月さんの代わりに寺橋監督ですか、肩書きがすごいですね。ブータン代表のゴールキーパーコーチだったという方が今年の福井ユナイテッドの監督なんですね。非常に注目したいですね。気になるっていうね。さあ、それで、右側には、引退した選手、
の一覧とね、移籍した選手と、はい、左側は加入組ですけど、まあ、ベルスパーからとか、ミオ・ビワコシガからとかね、パルセールやカマタマールからも来てますか。あと、ガナハ・カズキという名前が一番下にあるじゃないですか。さあ、かつてフロンターレにも所属したね、沖縄出身のね、まあ、FC 琉球にもね、もちろんいましたし、昨シーズンまでは蒲田マーレ、佐野にいたガナハ選手がフォワードとして福井ユナイテッドに来ましたというね、もう大ベテランですね、今やね。さあ、ガナハ選手の経験が今年の福井ユナイテッドのね、まあ、とにかくチャンピオンズリーグでどう勝つかっていうところだけが、あと、大きな目標ですからね、そのガナハ選手の経験がね、今年のチームにどう役に立つのかは注目したいと思いますが、さあ、福井ユナイテッド、監督が変わってね、監督変わって1年目っていうのがね、どういうチームになるんだろう。で、まあ、このご時世でね、リーグ戦がスタートしないっていうのもね、これがちょっといい長い時間、オフがちょっと長めのいい準備ができるのか、ちょっとこう、試合ができなくて、コンディション調整やね、そういう何かモチベーション維持するのに苦労するのか、新しい監督になった、そうそうご苦労あると思いますが、ぜひこのみんなでね頑張って乗り越えてほしいなと思ってますので、北進スリーグ始まったらまた注目したいと思います。さあ次行きましょう。7枚目、同じく北進越、昨年はリーグ2位でしたアルティスタ様、こちらも監督が変わっております。柿本監督、昨年まで、監督をやってました柿本さんが、クラブの中には残って強化アドバイザーという肩書きでは残っているそうです。もともと松本山雅からね、今 J2 の松本山雅の、スタッフとして柿本さんいらっしゃって、それで、まあ、アルティスタ浅間の監督をやるという感じで来たんですが、引き続き、アルティスタ浅間の強化アドバイザーという立場はあると。そして監督になるのがウェーザー監督でいいんですかね、ザスパ草津群馬のコーチをやってた、昨年までは群馬のコーチをやってた方が今シーズンからアルティスタの監督と、これでこの3シーズンで 3年連続でね監督変わってますね。2年前が小林監督、去年が柿本監督でね、こうリフレッシュというかリセットをしながらアルティスタ様は今シーズンのまた新しい選手をこれだけ揃えてね、出と入れは結構激しいですね。この人数の多さは物語ってますが、はい、もう毎年のように皆さん合言葉で言ってると思いますが、今年こそ今年こそっていうねが続いてると思いますが、ぜひ、この長いオフが続いてますが、オクシンスリーグ再開した時にはぜひアルティスタとね、福井のこの二強争いをもっともっと北進出リーグ全体を盛り上げるような牽引してほしいチームですから、頑張っていただきたいなと思いますということで、さあ7枚目終わり、さああと3枚ですか。さあ次、同じく北進越リーグ、富山新庄クラブです。こちらは北進越の確か昨シーズンはリーグ順位としては真ん中辺にいたクラブかと思いますが、カターレ富山のアンダー15、いわゆるアカデミー育成のところを、コーチをやっていた、高橋さんという方が監督に来ましたと、新加入ということでね、公式 A 級ライセンスとコーチジェネラルという名称なんですね。ライセンス保有の高橋監督が今シーズンの富山新庄クラブを率いますと。そして移籍もアルティスタ浅間や東京23やバンディオンセと、はい、もう地域リーグを、ね、経験している選手も入りつつ、新潟医療福祉大学っていうね、これも地元のね北信越では大学サッカーとした強豪のね新潟医療福祉大学から大卒で入ってきたんですね、ディフェンダーの高橋選手がね。ということで、対大選手が右の欄に一覧で出ておりますということで、こちら北信越リーグ、この、福井と浅間にね割って入ろうとするのはどこだろうということも注目ポイントだと思うので、今年の富山新庄クラブ、注目に値するということで移籍動向をご紹介していると思いますので、ぜひ皆さん選手の名前含めて注目してあげてください。さあそれでは次、一気に飛びます。九州リーグ注目するのはまず JFC 宮崎、
さあここはこれだけ文字が小さいということは出戸入りが激しいということですね。まずですね、対談の方からですと、まあ、引退もそうですけど、対談まずジョージ与那城、すみません、与那城ジョージ、はい、私はあの子供の頃からジョージさん、ジョージさんと、言っていたので、ついジョージ与那城と言ってしまいましたが、監督の与那城ジョージさんが退団しております。監督を退任したと。そして新しく、昨年まで奈良クラブのコーチをやっていた菅原さんが監督として JFC 宮崎の今年を率いてますと。そして引退選手はですね、フォワードの黒津選手とフォワードの渡辺選手、渡辺選手はそのまま JFC 宮崎のアンダー15の監督だと。そして、黒津選手は、引退して、まだ次のキャリアね、何をするかはここには書いておりませんが、私が覚えているのはこの去年の10月の前者のね、1回戦ですね、確か、JFC 宮崎対栃木シティの試合だったと思いますが、1回戦黒津選手もキレッキレでね、栃木シティを、追い詰めるような本当に素晴らしいプレーをしてて、そして試合後半かな、前半かちょっと今すぐ思い出せないですけど、試合の途中でアキレス腱を確か断裂するかなんかの本当に大怪我をね、試合中にしてしまって、それが多分黒津選手のラストゲームになってしまったんだなと。あの日私鹿児島で目の前で見てたので、いやものすごい、ちょっとショッキングな、ね、負傷シーンだなと思って、まあ去年のチャンピオンズリーグ前者の特集でもあの JFC と栃木シティの試合は特集してますが、はい、あのプレーで黒選手は、引退という、ね、ご自分の中でも結論を出したんだなと思って、ちょっと僕の中では思い出が深い、思い出に残る選手なので、引退後の、ね、人生も頑張ってほしいなと思ってます。そして対談の方では、まあ、たくさんの選手がね、対談、ジョージさん監督の対談と一緒に出てますが、なんといっても佐野優也選手ですかね、はい、移籍先がセントロコーレハリマーというね、これは多分バンディオンセ角川のことですよね。旧バンディオンセ角川の新しいチーム名がセントコーレハリマーですから、関西リーグに佐野優也選手は移籍しておりますと、はい、さあ一方じゃあ加入選手を見てみましょう。藤枝真由志から3名来て、モンテディオ山形からも来て、ね、沖縄エスパウ、鈴鹿アンリミテッド以下、ブラジルからもコーチ含めて選手含めて3人と、なんかやっぱ新しくガラッとね、こう監督が変わると選手がガラッと変わっていくっていうのがね、よく見て取れる、はい、まあ、沖縄エスパーを経験しているディフェンダーの深谷選手はね、今シーズンリーグ戦でね、沖縄エスパーと対決する、ね、フルスとも対決することになりますが、さあ今年の JFM 宮崎リーグ優勝争い必ず食い込むチームであろうと思いますが、昨シーズンはリーグ優勝が沖縄エスパーでしたから、その前の年がリーグ優勝したのが JFC 宮崎だったと思いますので、はい、ぜひ九州リーグを引っ張ってほしいチームでございます。さあ次行きましょう。同じく九州リーグ、昨年のリーグ王者沖縄エスパーでございます。さあ監督がですね、まあもともとチームの代表者オーナーである高原選手兼監督という立場ですよね、この兼任監督プレイヤーズ監督を辞めて、監督専任として、山本監督を招聘してますということで、まあ、高原代表というか高原選手はプレイヤーにも集中するという意味だと思いますが、常葉大学サッカー部のコーチをやっておりました山本監督ですが、J リーグのオールドファンならみんなご存知だと思いますが、ジュビロ磐田のゴールキーパーとして、活躍した山本選手、当時山本選手が、引退した後は常葉大学、地元のね浜松の大学のサッカー部をやってまして、いわゆる沢登さんとか、山西コーチと一緒に常葉大学の指導者として活躍してたんですが、まあ、ジュビロ時代のね、チームメイトでもある高原選手から、おそらく声がかかったんでしょう。私は憶測で喋ってますけど、おそらくつながりとしてはジュビロ時代からの友人、知人でもありますしね、ぜひうちで監督やらないかというのオファーに
山本さんとしても新しいチャレンジが始まるんですねと、はい、また大学リーグ、大学の指導部者とは全く違うね、5部という地域リーグのクラブをね、この九州リーグを戦うだけじゃなくてね、この9つの地域のね、リーグ王者、強豪チームと非常に特殊な大会をやらなきゃいけないっていうことにおいては、山本監督も、初めての経験たくさん積む年になるんでしょうということで、まあ左側の新加入選手一覧と右側がまあ対談選手ですが、どうですかね、岡山県の環太平洋大学ですかから3人というね、割と大卒大卒って感じで目につきますね、はい、さあ今年の沖縄エスパウもちろん注目ですと、はい、多分大ベテランのディフェンダー岡根選手はね残留していると思いますから、また沖縄エスパウの試合会場で会えることを私も楽しみにしてますということで、以上地域リーグの特集移籍動向の前編です。北海道、東北、東海、九州、北信越をやりましたから、後編は残りの関東や、関西や四国、中国あたりが紹介されると思いますので、来週の後編もお楽しみにということで、以上特集終わりです。さあそれではエンディングに行きましょう。番組では皆様からの投稿を待ちておりますということで、いつものお便りコーナーです。今週はですね、1通お便りありますので早速ご紹介しましょう。はい、ではメール読みます。週明けイレブンのスタッフの皆さん、ご覧の皆さん、こんばんは。ホンダ FC サポーターのまさこです。いつも紹介ありがとうございますと、今回はホンダ FC の新人を紹介ですと、宮崎県綾町のキャンプで写真を撮ったものの紹介ですと、左からね、この画面左、バスの前で写真撮ってますが、背番号13、琉球大学出身の岡崎優希選手、次、真ん中の選手、背番号16番、近畿大学出身の川波達平選手と、そして一番右、3人目、背番号14番、近畿大学出身の川端隼人選手。2番目が川波選手、3番目が川端選手と、はい、ということですと、はい、で実は週明けイレブンをご覧の皆様に教えちゃうと、みんな、写真って、この選手たちがね、写真撮るんですかって髪型を整え出しましたと。まず番組に出るんだって分かった瞬間に髪を整え出して、川端選手は3人目の選手ですね、ヘアバンドをつけましたと、整えましたと。なるほど、ハンサム度がさらにアップしていますねというのがまさこさんのお便りでございます。そしてこの3人1組の写真取り損ねてしまった、はい、なんか新学期の時に入学式欠席した子みたいな扱いになっちゃってますが、背番号26番の、平川隆也選手が、この背番号16番26番か写ってますね。こちらはホンダ FC のアンダー18、つまりホンダ FC のアカデミー出身の平川隆也選手も今シーズンの新加入選手、つまり全部で4名ですということですね、はい、のご紹写真でご紹介と。そして右側はですね、綾町のおすすめのお店を1軒ですと、これ綾町、宮崎の綾町でキャンプしてますからね、ザッツボックリンというお店だそうです。ザッツボックリンというね、素敵な一軒家のカフェですと。このカフェのファミリーはオーガニック薬膳のゴーダハウスというものを経営していて、合宿所みたいな宿があるのでキャンプ見学でこの店を利用できますよと。ぜひ来年の宮崎県綾町のキャンプ見学に皆さん訪れてみてくださいというお便りでした。ということで、雅子さんいつも、お便りありがとうございます。今週のお便りの紹介は1通ということで、さあ、今週は45分間やっておりまして、第99回45分番組でございますが、オトナ参謀長が一人ワンオペで、やっております。このご時世、収録現場には私しかおりません、メイン MC のマナちゃんも欠席の中、どこまでオトナ参謀長一人で、配信の
配信のスタッフも兼任しながらこの MC 進行がどこまで一人でできるかを私も挑戦が続きますが、続けられる限り私一人でやりますので、皆さんぜひ見てください。来週の後編、来週の特集は4月20日月曜日予定ですが、特集の後編、地域リーグの移籍動向をやりますということで、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。